行きますよ。こっちだよ。その調子。行きますよ。ちょっと脅してやるか。できるのですか。まあ少し話せたところいいでしょう。暇つぶし。ただの雑魚かと思いましたが、少し手加減したとはいえ、この…待て!いや、待って。なるほど、ご自分の身の程はわきまえ…申し訳ございま…以前、振り…ナッパ?ナッパ…ご無礼をお許しください。以前、お会いした時と、フリーザ様の姿が…おや、あなた、この姿を見るのは…しかし、自分の主人も見分けられないとは…めっそうもない。フリーザ様のためなら…その言葉に嘘はありませんね。ならば私のために存分に。それにしてもあなた、もっと私の力を引き出せるようになれ。黙りな。自分の身の程をわきまえない愚か者に。まさかとは思います。あなたはあのだとしたら、やつの真意は分かりませんが、本来は私ではなく、あのサイヤ人。まさか、私にそのような口を聞くとは。いえ、誤解です。これはフリーザ様の中にいる。まそういうことにしておいてあげます。ナッパさん、あなた程度でもそれ相応の働きができなければ。もちろんです。いい心がけです。フリーザの野郎、何か言いましたか。いえ、何も。Can I get off for the night? I got a doctor's appointment in the morning. Sounds good. Later. Later. Later.
ギニューさんですか。私とともに来ない。どいつもこいつも、このコースを取らない上に、フリーザさん、あの独特の趣味が強制された代わりに、自分がダディでしょう。あなたたちが従うべきは。 釣られていたとはいえ、フリーザ様に歯向かうなど、なんと恐れ多い。いかなる理由があろうと、私に逆らうことは許されることではありますが、今はフリーザ様、ええ、ただし死に物狂いで。もちろんです。このギニュー、お前たち、我らを許し下さるフリーザ軍に再び入ることので。それは今は結構です。 In my army, all that matters is results. That's funny. お待たせしました、フリーザ様。ギニューと期待しています。よ、ありがとうございます。再びこの幸せを表現するために、それも、やった、やったぜ。いいえ、それは、かしこまりました。この件が片付いた暁には、特戦隊楽しみに。お前たち、フリーザ様にお披露目するその時も任せてください。戦いもダンスも必ずやフリーザ様に。よーし、そうと決まればギニュー特戦隊。まったく、あの性格だけは。 Brace yourself for the coming battle. Check.
さて、ギニューさんも加わり。フリーザ様、よろしいのですか？もちろん、いいはずがありません。しかし、いざという時を考えれば、私の中で飼うのが妥当でしょう。あとは、もう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っていると。なんだてめえ。私の名はセル。なんだと。ナッパさん、少しは落ち着きなさい。しかしラッパ無理。部下の教育がなっていないな。貴様、ギニューさんも落ち着きなさい。まず命では、私を復活させ、妙な精神、まさか貴様も。奴が利用しようとしているの。奴？そうだとしても、あなたに教える人、この私に頼み事をするのです。何かと貴様の意志などどうでもいい。なるほど、どうやらこの方は仕方ありません。なら、なかなかやるな。私の知る情報とはまるで違う。感じるぞ、フリーザ。貴様、私とは違う。その口ぶり、そう、私に憑依したの。そのおかげで。何？当然だ。追い出すまではいかなくとも。ほう？貴様の中にいるのが誰かは知らんが。そういうことだ。確かに、この地球人がリンクすることで、ですが、本来の。なるほど。貴様に関する情報を。面白い。あなた。フリーザ様、お言葉ですか。俺も反対ですぜ。心配ご無用。だが、貴様たちには利用価値があり。いいでしょう。お互いにせいぜい利用し。ですが、利用価値がない。またはす。へえ。何かあったのか。あのフリーザとセルが。何？あなたもそんな顔するのね。でもそんなに驚く。二人の制御ができなかった時点で。そうだな。それよりいいのか。それは違うわ。むしろ脅威になりうるのはフリーザの力をここまで引き出すなんて。
やっぱり なぜ人工精神でなく人間がリンクしこのまま放置しておくのは危険ね。18号あなたのリンクテストも兼ねてフリーザとセルを倒しに行くわよ。ああ構わないよぜやる気みたいね。16号は分かった。さあoh, so 18 was the one you were talking about. Yo, Synth Cloud, thanks for the follow, man. Appreciate it. Thanks, dude. Just playing some Dragon Ball Z. という敵は全部このナッパ様が徹底で張り切るのは結構だがすぐにやられて、あ、なんだとてめえ、俺が負けるとでも言いてえのか。お前こそその根拠のない自信はサイヤ人とはいえお前下級だと中級戦士で、大体スーパーサイヤ人は伝説の戦士だ。そうか、少なくともその伝説は黙れ、あいつらがおかしい。それにスーパー連中なんぞすぐに追い抜いて。そうか、じゃあなん当然だ。俺の思っていた以上に単Brace yourself for the coming battle。Honestly, Cell seems kind of trash in this game.人造人間21号だ。まさかこいつが。その様子だと私のことまだそこまで目立つことはしてないのに素直に教える。そう言うと思った。軍のトップがわざわざ出向くとはまさか。ここまでフリーザの力を使いこなしてあなたの本質は
だそうですよ。私いずれあなたを我が軍の一つにしても私も知らない。まさかだ、いいえ、だあの人を蘇らせなくたって研究所が、つまり私たちを蘇ら、何の目的で蘇らせたのか。ああ、あなたのは計算外よ。おかげでいろいろ計画が狂っちゃ、ドクターゲロが考えそうなことだ。そ、宇宙制服、そうね、ドクターゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙制服、そのためにはあなたたちみたいクローンなんかにはない。私たちを、あ、いろいろ話して、何をふざけ、そういうわけだから、これは、そんな、バカな、あいつも私と、やっぱり成長促進剤のせいかしら。超早めに戦える状態にしたかったなるほど。18号18号。少しはた、ああ、ちゃんと体は残しといてね。どこまでもふざけ、この私を餌扱いなの。あら、次は面白い、冗談かどうかはもっとも、スクラップってっ18号がこんな形、21号のあの顔、どうや、お願いやめてください。このバカか、あいつ何のつもりか知らんが、18号さん、フリーザ、
この野郎。キエンザン。なるほど。21号。それがね。どっちが生き残るか。Fucking 200 IQ, please. Oh, 誰かと思え。おめえはセル。おい。ああ、おめえは。ナッパだ。18号さん。完全に意識を失う。あなたは、すみません。まあいいだろう。むしろ。孫悟空、罪もない人を襲って被害者のふりをして私たち、しかしこれはいい機会です。たとえこの状況が叩きのめしてやらなくては。そうです、私を怒らせてもいいことなど、あなたは黙って言うこと。ないぞ。